お肉博士たっちゃんの肉チャンネル、せーの、ジュージュパクということで3回目ですんでね、もう息ぴったりでございます。さあ、このチャンネルはですね、お肉博士たっちゃんこと河合達也さんに美味しいお肉料理、そして簡単にできるバーベキューのコツを伝授していただくチャンネルとなっております。河合達也さんはですね、田村市時和町にあります1日100万円以上も売り上げることもあります大人気のお肉屋さん、河合精肉店の3代目です。さらにお肉検定1級も持っていらっしゃるということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ河合さん、はい、今日3回目、今回は何をやっていきましょうか。これからシーズンにもなってきますし、今流行りのやっぱりキャンプ飯を、キャンプ飯、はい、作っていきたいと思います。さあ、今日の主役やってきました。はい、まず何といってもひときわ目を引くのが福島牛、その中でも経産牛といって、はい、出産を経験した牛、飼育期間が通常のお肉よりも3倍ぐらいなので、お肉の味が濃くなってるんですね。噛んで旨味を味わうお肉になるので、話聞くだけでちょっとお腹空いてきちゃいますけど。その隣、これは生ラムですね。冷凍しないで、はい、チルドのままこう輸入してるお肉になるので、こう肉の臭みがなかったり柔らかく美味しい部位になってますの肩ロースですね。肩ロース、はい。さあ最後に、これはこれは会津の馬刺しです。はい、あ、馬刺し、はい、馬刺しもキャンプで焼くんですか、そのまま。これはおい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 、はい、おいおい、え、気になる、え、日も落ちて、はい、すごいキャンプにはいい雰囲気になってきましたね。そうですね、うん、今回キャンプ飯ということで、はい、キャンプ用のローテーブルに合うようなグリルのサイズですね。で、今回は、はい、サーロインのステーキを焼いていきますので、鉄板を置いてます。鉄板、はい、これも欠かせないアイテムですね。はい、じゃあこちらですね。最初はサーロイン、はい、これ味付けは、これは塩と胡椒のみで、はい、少しちょっと強めに塩胡椒しましたので、では焼いていきたいと思います。はい、おー、うわー、あー、この音、いい音ですね。いい音、いやー、これはテンション上がりますね。油が結構出てきましたね。で、この油も肉をこんがりさせるのにいい塩梅になるので、うん、バーベキューで網とは違ったこの鉄板焼き、はい、これも美味しいですね。なるほど、こんがり焼き上がります。はい、じゃあそろそろいいですか。そろそろいいでしょうかね。はい、じゃあいきます。おー、うわうわ、あー、いい焼きですね。いい色、これはやっぱり鉄板だからいいの、この焼き加減ですね。うわ、こうまっすぐよりちょっと気持ち斜めに切ると断面が見えるんで、はい、これがいいんですよ。いい感じのレアで、ミディアムレアぐらいですね。どうですか、この断面。いかがでしょうか。しみるしみる、とろけます、口の中でなくなりますね。もう塩コショウだけですけど、シンプルイズベスト、肉の旨味が存分に楽しめます。はい、経産牛なので、はい、肉肉しさと、あとその噛めば噛むほど肉の味が出るかと思うんで、うん、はい、いやー、うまい、ありがとうございます。では次、はい、生ラムの肩ロース来ましたね。生ラム、はい、じゃあ焼いていきますね。これも鉄板で焼いていきますね。これも両面、はい、焼けばもう食べ頃なんで、中レアで食べても全く問題ないので、はい、肉の表面にちょっと汗がかいてきたらひっくり返して、もう30秒ぐらいで食べれると思います。これはね、河合精肉店さんの秘伝のタレで、はい、いただきます。どうぞ。うん、柔らかいこんなに旨味があるんですね。はい、見た目ちょっと厚めでも、はい、何ら遜色ないかと、うん、むしろ肉の味が楽しめるんじゃないかなと思います。今までこう羊は臭いからっていう人、はい、そういう人もやっぱり生ラムを一度味わっていただくと全然違うと
なのでぜひこの生ラム、ね、そして肩ロース食べていただきたいです。馬刺し、はい、これどうやって調理していきますか。はい、わら焼きで。わら焼き、はい、よくあのカツオのわら焼きとか、あ、はいはい、カツオのたたきとか、馬刺しをこのわらで表面炙って、はい、このわらの香りをお肉に足して食べていきたいなと思います。はい、じゃあ焼いていきますね。いきまーす、はい、おーおお、ここからわらに火が広がっていきますので、じゃあいきます。結構火上がりますね、これで。この1回のセットで2分ぐらい焼けるので、はい、2分、はい、これでじっくり焼いていきます。で、程よくこうひっくり返してもらって、で、馬刺しはもともと生食できるので、はい、変な話、そこまで焼けてなくてもあの問題なく食べれます、うん、炙ることによって表面にそのわらの香りがつくのと、あと食感がちょっと変わるので、本当にこう刺身で食べるのと味わいが変わるのでおすすめです、うん。いただきます。うわぁ、香ばしさがすごい。わらの香り、わらの香り、はい、柔らかさ、馬刺しのこの旨味、はい、バランスが絶妙すぎる。そうなんですよね。うわ、最初塩味振ってたんですけど、あの後から塩かけてもらってもいいですし、例えばニンニク醤油とかネギとか、はい、あとスライス玉ねぎとかの薬味と一緒に食べても美味しいですね、うん、これはやっぱキャンプ飯ならではの一品だと思います。さあ、3回にわたってお肉博士たっちゃんの肉チャンネルお送りしてきました、はい、本当に今回ありがとうございました。どうもです、こちらこそ。またよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。もちろんね、皆さん河合精肉店さんの方に来れば美味しいお肉、はい、いっぱい取り揃えていますので、はい、ぜひね遊びに来てください。店頭でこういう風にお肉焼きたいです、こういう風に食べたいですって質問いただければ、こう何でも店頭で対面でお話しさせていただきますので、ぜひお越しください。皆さん待ってます。よろしくお願いします。タレもありますよ、ネットでも買えますよ。